おはよう、おはよう。ちょっと待っててください。みんなのこと叩き起こす。本日もやばい、もうね、折り返しだよ今日から。ビスイベント知らない間に落ちたってんだけど。待って、ちょっと待って、知らない間に家建ってんだけど。ゆうきさん、ありがとう、ありがとうございます。お家ありがとう。私にお家をプレゼントしてくれてありがとう。ありがとうございます。びっくりした、今頭上げたら落ちたってた。すごいね、ありがとうございます。本当にみんなも朝からありがとうね、起きてくれて。もう起きてくれてるだけで偉いから、起きてるだけでまず偉い、配信見に来てくれてるだけで嬉しい。その中に星とかギフト送ってくれるだけでもう嬉しい。ありがとう本当に。というわけでですね、今日もちょっと朝からメイクをしていきます。すいませんね、なんかもう毎日メイク配信ばっかりで。仕事中無音で見て、あ、ありがとう。絶対に伝わらない。仕事に向けて星集め中。星集めじゃなかった。支度中だった。やばい、どんな見間違いした、どういうこと。ありがとうございます。毎朝5時半に起きてるから大丈夫です、ありがとう。ありがとう。いや、ほんとさ、ショールームイベントってさ、生活リズム整えられるよね。あ、うん、まあでも多分普通にお仕事だから、まあショールームイベントしてなくてもこの時間に起きて支度してんだけどさ。でもイベント期間中ってリズム正されるよね。健康的、ほんと。昨日はすぐお風呂入っちゃった、間違った、すぐ寝れる状態だったじゃん。もうマリナさんの配信を見てた。夜ね、マリナさんの配信を見てて、なんか1時ぐらい。耳っていい意味で化粧してなくてもそんなにこん、あ、本当に？ちゃんとさ、いい意味でってつけてくれるのが優しいね。わかってる。わかってる人の答え方。ありがとう。それは嬉しい。ちゃんといい意味で、すごいね、いい意味でってつけてくれるだけでこんなにもさ、なんか配慮にあふれた言葉になるんだね。ありがとう。なんかそれは素直にありがとうって受け取れる。ありがとう。そう、それで昨日はマリナさんのショールームを見てて、お祝いしてるのを見てて、
はい、その後配信終わって TikTok をつけてしまいました小声で反省してるかのように言ってみた。TikTok をつけてしまいました。でもそしたらすぐ寝た。なんかほぼ寝落ちみたいな。でもさ TikTok さつけてる時にさ、私目覚ましかけ忘れてることに気づいてさ、危なかった本当に。あのまま寝てたら大変なことになってた。目覚ましかけ忘れてたのをなぜか TikTok で ASMR のなんだっけ、何見てた時、チーズフォンデュの動画見てる時に思い出してってなって急いで目覚ましをかけました。おかげで起きれた。そう、なんでチーズフォンデュの動画でさ目覚ましかけてないことを思い出したかちょっとよくわかんないんだけどさそう、私 ASMR の動画めっちゃ好きだからさ、食べ物のね、咀嚼音か、咀嚼音が好きだから TikTok もなんかそういうの見ちゃうんだけど、まあ流れてきたらね見るんだけど。でもね、私最近ね TikTok でめちゃくちゃドハマりしてる動画があって、見たことあるかな、なんかハリーポッターのあの翻訳を幼なじみがしたみたいな動画なんだけど、めっちゃ面白いの。なんかその翻訳がおもろいんですよ。そう、これは ASMR 配信あるかな、やる、やってもいい、楽しそう。なんか昔みなちゃんやってたな、めっちゃ昔そう、なんか TikTok でね、そのハリーポッターの翻訳を幼なじみがしたっていう動画があるんだけど、それがめっちゃ、その翻訳がさ、あの翻訳をそのなんか適当に読んでるとか読み間違えてるからめっちゃ面白くって。でなんかハリーポッターってさめっちゃ長いじゃん、まあ見たことないんだけどやばい、また見たことないもの言っちゃった。ハリーポッター見たことないから全然話わかんないんだけど、なんか話わかんなくても合ってないから面白いなんかしかも多分その人の声も、声とかなんかその話し方みたいな、その幼馴染さんの話し方もなんか面白くて、面白いっていうかなんかその普通に読むから普通に読むからこそなんかめっちゃ面白くって、そう、ランブルドア先生はその場で回っていますみたいなハリーポッターも回っていますみたいな、めっちゃ意味わからない翻訳で面白い。ちょっと見てほしい。なんだっけな、なんとかビスケットみたいなアカウント名だった気がする。めっちゃ面白い、もう本当に毎日見てる。毎日長いときたらだけど、ほんと見て、本当にそういう感じなの、なんかなんとかなんとかはハリーポッターに赤ワインを投げつけましたみたいな本当に面白い、もう毎日見て毎日一人で爆笑してる。本当に見てほしい、面白いから。ハリーポッター幼馴染で出るんじゃないか、出ないかな、ちょっとすぐ流れてくる。だからハリーポッターの本当の話知らない。ハリーポッターそもそも見たことないし、ハリーポッター翻訳で出てくるよ。バタービスケット。本当に見てほしい。なんか元気出る。元気出るとか、なんか絶対笑っちゃう。絶対に笑っちゃう。もう笑えないっていう人も絶対に笑えると思う。
てほしい。もうこれを毎日見てる。これのナウシカバージョンもあるらしくて、最近ナウシカバージョンが流れてくるようになったんだけど、ナウシカもわかんない、うん、TikTok 最近これしか見てない。これと日プが流れてくるうん、ナウシカもわかんない。ナウシカはダンゴムシみたいなやつが出てくるやつ。探して出てきた。そうそうそう、アニメみたいな。なんかその絵もめっちゃ面白いの。その翻訳に合わせてイラストが動くから、それがねめっちゃ面白いんですよ。ほんと見て。え、合ってるでしょ。ダンゴムシみたいなやつが出てくる。なんかオレンジ色のダンゴムシが出てくる話で、なんか飛行機、飛行船、違う、戦闘機みたいなのに乗ってるやつじゃない。ちょっとだけ見てきた。ねえ、ほんとに面白いよねそれ。ほんと大好きなんだけど。でそれなんか私いつも妹と一緒に TikTok の見せ合いっこをしてるんですよ。なんか TikTok ってさ、まあ、人によっておすすめ欄に流れてくるもの違うじゃないですか。でだからなんかそのおすすめ欄に流れてきて面白かった動画をなんか保存みたいなのしておいて、妹と会った時になんか最近流れてきた面白い動画みたいなのを見せ合いっこするんですね。で私もその妹に会うちょっと前にこのハリーポッターの翻訳の動画流れてきて面白くって、なんかこれ今度妹におすすめしようって思って保存しておいたら、妹とね会った時に妹もそのハリーポッターの動画出してきてあれ？それ私もおすすめしようと思ってたってなった、この前。そう、私の妹のところにも流れてきたらしい、その動画。なんか多分同じような動画見てるみたいで、そう、なんかおすすめしようと思って見せようと思った動画、だいたいあ、それこの前流れてきたって言われるみたいな。そうなんです。でもそのハリーポッター、なんか最初はその妹におすすめしようと思った時はまだそこまでハマってなかったんだけど、もう最近毎日流れてくるから毎日爆笑してるめっちゃ面白い。そう、絵がねシュールなんだよね。そう、イラストも面白い。そう、みえちゃんと一緒にメイク開始。え、嬉しい、ありがとう。なんかメンバーと一緒にメイクしてるみたいメンバーと最初にメイクしてる時ってさ、そういうさくだらない話しながらさメイクしてるからさ、あ、お元気、ありがとう、お元気お元気、あ、お元気お元気適当すぎ、ありがとう。でめっちゃ面白いでしょ。そうなの、もうほんと見たら元気出るから見てほしい。お元気ハマっちゃったお元気って出てきたらさ読んじゃう、なんか読み上げちゃう。普段さ結婚してとか出てきても絶対に読み上げないのに絶対読み上げないのに、お元気だけめっちゃ読み上げちゃう。コメントできないけど一緒にメイクする、ありがとう。ミミレシピのヨーグルト食べた、ありがとう。お腹すきそう。え、でもあれ結構お腹にたまるよたまるよ、大丈夫だよ。あ、元気。結婚してね読み上げたことない、多分人生で一度も人生で一度も、いやそれは嘘か、全然読み上げない。
え、ねえそうだ、聞いて聞いてほしいことがある、聞いてほしいことがある。なんと今日ついにででんヒートテックデビューしました。ついに今季初ヒートテック来ちゃった。ついにもう冬だね、早い。まだいいかなって思ってたけど、それ昨日言おうとしてたやつ違う、さすがに違う、そんな引っ張ることじゃないし、昨日から明日からヒートテックデビューするねとは言わない。それは違うよ。ヒートテックは上下に来てる。いや今日は下が、あ待って、これはちょっとなんかすごい危ない見せ方しちゃった。あのミニスカートだから下は履いてない。いや待って、それは語弊がある。下は履いてないわ、やばい。違う違う違う、ヒートテックの下は履いてない、ヒートテックの下は持ってない。ヒートテックの下は持ってないし、今日はミニスカートだから履いてない。東京13度、それは寒いですか。新潟は16度。お、新潟の方が暖かい。やばい、発言危ない。こういうのメンバーに言われるんですよね、本当に気をつけた方がいいよって言われる。結構ガチなトーンでいつも。寒いの。そう、上ヒートテック着た今日から。なんか昨日そのキャンプのロケだったんだけど、昨日ヒートテック着てなくって、普通になんか長袖の T シャツにあのチェックシャツだったの。そしたらマネージャーさんが寒くないって言って、なんかさ温泉施設だからさ肌着みたいなの売ってるのよ。なんかおばあちゃんが着てそうな肌着買ってくれた。何も着ないよりかは着た方がいいよって言われて、おばあちゃんが着てそうな肌着マネージャーさんが買ってくれたから、そう七分袖のやつそれを着たんだけど、今日もまあ外だからほぼ、まあ、外まあ室内だけど、まあ外も行く。今日はヒートテックを着ようと思って、今日から今季初ヒートテックを着始めました。ていうかね、ヒートテック着る前にね、先にね衣替えをしなきゃいけないと思っているんだけど、まだしてないの。もうさすがに着る服がなくなってきた。衣替えしないと、まだ半袖しかない。だから今日のさロケもなんか急に決まったから服とか何も用意してなくって、でまあ探せば何かしら着れる服はあったんだろうけど、衣替えしてないからさ、なんせ自分が何の服持ってたかも分かんなくってさ、新しく買いに行った。見せ方これかわいい緑、かわいくない？緑のニット、あそこで買ったビルボの何でしたっけ、フリークスストア。え、だから昨日ね、そう昨日一旦ロケ終わってお家に帰ってきてから寝てからもう一回服買いに行った。緑珍しい、確かにね。でもなんかすごい秋っぽくて可愛かったからこれにした。可愛い、確かに緑珍しいかも。
あ、そうそう、本当は寝ようと思えばもうちょい寝れたんだけど、服買いに行ったら寝る時間なくなった。てか衣替えすればいい話なんだけどさ、多分衣替えすれば多少もうちょっと着れる服あったと思うんだけど、なんか衣替えするほどの元気はなかった昨日。なんかどうせ着るから買いに行った方が早いなって思って新しいの買っちゃった。だからこれまたおしゃべり会とかできる。でもおしゃべり会さ、もうオフラインさ、誕生日後しかないからさ、生誕 T シャツとか着ちゃうから、オンラインだね。オンラインおしゃべり会できようかな。オンラインおしゃべり会で今度これ着るね宣言しておいたかわいい。なので今日はこれを着てロケに行ってきます。そう、本当だからさ、衣替えしないと明日しよう。明日公演前に。え、もうした？みんな衣替えしないとさ、着る服ない。だってまだノースリーブの服とかさ、クローゼットにかかってんだけど、さすがに着ないよね、もう今年今からノースリーブ着ることもないよね。もう衣替えしていいな明日。いや、そうだよね、さすがにするよね。なんかさ、まだ衣替えしなくても着れる服とかってあるじゃん。薄手のニットみたいなやつとか、そういうのならあるってか出てるんだけど、それはもう年中出してる。夏もいつまでそれを着たらいいか分からないから、そういうのはずっとあるけど、でももうさ、そういう薄手のニットでも足りないぐらいの寒さになってきちゃったから、いよいよもう衣替えしないと。さすがに夏日が来るんじゃないかと。わかる、そう思っちゃうよね。でもさすがにもうノースリーブは着ないよね。もういいよね、しまって。私が明日衣替えするから応援してみんなミユが衣替えするって。でも本当にさすがにしないともう着る服ない、この季節。頑張ってくれよ。いや、衣替え配信もしようと思ったけど、ちょっと家が大荒れすぎて、なんかどう衣替え配信をするべきか迷ってやめたあ、そう、そう、迷ってやめたから、衣替えは一人で頑張る一人で頑張るよ。衣替え配信ってなんだあ、この服今年の冬も着るの楽しみにしてたみたいな、そういうことそうだ、それで配信、そう、これは昨日の夜言おうと思ってた本当のことなんだけどこれは昨日の夜最後に言いかけた本当のことなんだけど、あの、そう、それでさ、配信さ、もう今日から折り返しじゃないですか。で、ちょっともう予定が意外と詰まっててさ、なんか特にその企画系みたいな配信はそこまでできてないんだけど、っていうか、なんか すごいことに、ありがたいことに、なのかなって言ったらいいの、ね、もうもはやそういう企画がなくてもさ、しゃべ虫がいる。え、どっから来たのこの虫。なんか虫飛んでんだけど、ね、あんたよー、どこやったっけ。あ、そう、それですいませんね、話を途中で遮って。で、何でしたっけ
あ、そうそうそう、もうさ、イベントの配信も後半戦になってきたんですよ。今日から後半戦に突入して、で、なんかまあ本当はね、本来であればその毎日3時間も1週間何を配信しようみたいな風になるはずなんですけど、なるはずで、だから企画みたいな、企画配信みたいなのもするんですよね、本当は。でもなんかなぜかそうならなくて昨日とかは企画とかやらずに3時間喋ってまだ足りなかったっていう脅威の、怖すぎ、自分でもどんだけ喋ったら気が済むんだっていう感じだったんですけどね。え、でもやりたいのが一個あって、っていうのはあのなんかさ、よくあるさ雑誌のさ、なんか100の質問みたいなのってあるじゃないですか。なんかそれをさやりたくって、みんなの質問に100個答える配信をしようと思ってるのね。で、なんかその質問をインスタの質問箱で募集しようと思うんだけれども、なんかいつも通りの質問箱だとさ、普通のなんか何々見に行ったよとか何々見に行ったよとか、なんだろう、あのなんていうの、なんか今度おしゃべり会行ってもいいですかみたいな風になっちゃうじゃん。だからなんていうの、その雑誌である100の質問風の質問ってなんて聞いたらみんなが送ってくれると思うっていうのを相談したかったの。言ってる意味わかりますか？なんかさ、雑誌のさ100の質問ってさ、なんか、あ、そう、あれを参考にしたらいいかもしれない。映像倉庫、 AKB さんの映像倉庫さんでさ、最近メンバーがさ100の質問に答える動画があるのよ。 AKB48 100のことっていう動画があって、なんかあれとか見たら多分わかりやすいと思うんだけど、そういう100個質問するときってさ、なんか最近嬉しかったことはとか、最近一番笑ったことはとか、なんかそういう質問じゃないですか。なんかそういう質問をみんなにしてほしいのショールームで答えるのでってかけるか、まあ確かに。なんかそれで、まあじゃあ普通にさ、じゃあ雑誌の100の質問風でって書いたとするじゃん。なんかでもちょっと恥ずかしいなって思ってショールームでそういう企画をするからいいんだけど、なんかちょっとそう書くの恥ずかしいなって思っちゃって、なんかそうは書かずに、でもいかにしてそういうなんか雑誌の100の質問風の質問をみんなから引き出せるかっていうそう、私に、そう、ミユに対しての質問を送ってほしいの。そう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 、私に聞きたいことあり、私に聞きたいことでもあるかすごい急に偉そう。で、そう、なんかなんて言ったらいいかなって思って、それを3日間ぐらい悩んでてるうまく宣伝してどうにかしよう。ありがとう答えて死んぜよ私に質問でもあるかで、まあ一番わかりやすく普通に説明するのが一番かとは思うけど、確かにショールームで返しますね、ショールームの企画ですって言った方がいいかもね。そうなのよ、それをさ3日間ぐらい、まあ、それをなんかこのショールームイベントやるって決めた時からやりたいなって思ってて、やりたい企画の一つに挙げてて、雑誌の100の質問風のやつを。でもそれをどうやってみんなに伝えようかなって思って3日間悩んで、で
昨日その話をしようと思ったんだけど、もう時間が足りなかったこんだけ説明してみんなちゃんと理解する。あ、じゃあ質問箱設けたらさ、みんなもう普通に送ってくれる。てか何なんだろうね、雑誌の質問、雑誌の100の質問風の質問って何だろう。難しいよね。つまりどういうものなのかって言われると難しくない？で調べたのね、なんか100の質問って。そう、ショールームで答えるので雑誌の100の質問風みたいな質問くださいが一番つらい。まあそうなんだよね、結局やっぱそうだよね、私もそう思ったそうだよね。じゃあそうするねじゃあそうしようかな。まあそうだよね、それが一番伝わるよね。まあショールームイベントやってることは言ってるから、まあ特に今更恥ずかしがることもないか。メンバーを動物に例えるとみたいな、あ、そうそうそう、なんて言ったらいいの、難しいよね。そう、100の質問テンプレあった、あったよ。そう、100の質問ってさ調べたのよ一回ね。調べなんかみんなから募集するのがいいか、もうそのテンプレ、100の質問のテンプレをやるのがいいか迷って、一旦100の質問って調べてみたの。調べてみたらなんか何だったっけな、なんかねちょっと違ったんだよねちょっと違ったんだよね。なんかみんなんか半々ぐらいにしたらいいのか、そこをベースに、そこを100の質問のベースでやりつつ、日向祭りで最初そういうのやってた、めっちゃ初回だよね、最初一番最初の時やってたね。そういえばやってたやってた、確かに。なんかみんなから100の質問募集しても難しいかもしれないもんね、かぶってるのもあるかもしれない。確かにな、その100の質問テンプレベースでなんかこれはちょっと違うなって思った質問をみんなのとこから抜粋するとかの方がいいかも、その方がいいような気もするな、まあ、とにかくでもみんなから募集はしないといけないから、いいとこ取りでね、まあ、そうしようか、そうする。100の質問もともとネットには載ってて、それをじゃあベースにみんなの質問をこう いい感じの質問があったらそれをピックアップしていくとか、あ、そうする、そうすることにする。じゃあそれをやるねだってちょっとあのどこの枠でやるかみたいなのは難しい、まだ今は決められないんだ。でもこの予選の間にはやろうと思います。本当はね他にもねやりたいね企画がいろいろあったんだけど、なんか思ったよりもなんかできる時間がなくてっていうのはそのもともとなんか昨日とかで言ったらなんかまたねちょっと違うビス風メイク2パターン目みたいなのをやろうと思ってたの本当は昨日。でも昨日の朝もさこういうメイク配信をしたじゃないですか。そしたら私一生メイクしてる人、なんかどの配信でもメイクしてる人みたいになっちゃうなって思って、なんか本当はもともと別でメイク配信ちゃんとなんかこういう雑談しながらメイクじゃなくてちゃんとこれこれをこうこうこうしてみたいな説明しながらやるメイク配信をやるつもりでいたんだけど、なんか昨日朝からもう普通のメイク配信しちゃったからなんかメイク配信だらけになっちゃうなって思ってやめたんですよ。で今日も結局こうして私は朝からメイクをしているわけでだからそう、しかもだって明日は公演だから、そう明日公演なんだよね私。明日は公演だからちょっとさすがに公演前にそんな奇抜なメイクできない劇場公演
奇抜なメイクで出るわけにいかないし、なので明日もできないってなったらもうなんか最終日しかないやんみたいになって、早いよね、なんかそのあと1週間だから、なんかやりたいなって思った企画ができずじまいで終わりそうなんですけど、まあそうなったらそうなったで決勝でやればいいもう決勝に進む前提で喋ってんだけど、決勝に進めばいい、じゃあ決勝でやればいいと思ってるから、まあそれでいっかって思って、だから予選の間にできなかったやりたかった配信は、そうまだ決勝あるからね、逆に決勝でネタ切れになるのも困るし、いっかそれでって思うことにした企画ストックしておこうと思って、でもその100の質問はこの予選の間にできそうだから、それはやろうと思ってます。だから私の企画がボツにならないように一緒に決勝に進もうね独特な一緒に決勝に進もうね。じゃあ分かった、100の質問はじゃあそのネットにあるのをベースに、メイクは早っ、え待ってもうメイク終わったの、嘘でしょ、早くない、まだ全然終わる気配がないんだけど、じゃあこのあともうすぐ質問箱作るね、今日の朝のうちに忘れなかったらに質問箱作るから、みんな雑誌の100の質問にありそうな質問を送ってありそうなやつ考えておいて。そうでも AKB さんが今その映像倉庫でやってる100のことみたいな動画があるんですよ。そうなんかそれも参考にしたらいいかも。それこそさこの前さ昨日おとといの公演でさ、はるかが MC でやってたさ、なんか自分の中の一番古い記憶みたいな、あれもその100の質問、 AKB さんの100の質問の中にあって、なんか浅井七海さんが答えてたのを見た。ガッタファのコンテンツでも一問一答あったっけやった記憶ないな。あった、なんか3問ぐらい答えたよね、なんか1人3問ぐらい答えた気がする、そうだわ、そんなのもやった気がする。えっていうかさね、聞いてもいい？私のさあの別の TikTok の動画って上がってないよねダンス動画みたいな一人一人の上がってないよね、私も見た記憶がないんだけど、まだ上がってないよね、え全員分あるよもう別に言っていいと思うけど全員分あるよ、なんなら私2回ぐらい撮り直したよ
え、そうだよね、分かってないよね。あまりにもダンスが下手くそすぎてあげられなかったかな。撮り直したけどなんか撮り直したのは暗すぎて、なんかもう一回ちょっと明るいところで撮らせてくださいってなって撮ったんだけど、下手くそすぎて乗せられないレベルだったのかな。撮り直しもボツになったかな。わかる、あの別わかる、プロモーションね。なんかあの別さ、あんまプロモーションできてないよね。あのなんか CD ショップとかもさ、もうコンサート前だったからめっちゃ忙しくて、なんか結局 CD ショップ、いつもだったらさ、リリース日とかリリース前にさ、なんか CD ショップとかにお邪魔してさ、こうサインとか書かせていただいたりとかするんだけど、なんかコンサート前でそういう時間が取れなくって、マリナさんとレイちゃんだけ何店舗か行ったぐらいだったけど、そう全然さ、そういうなんかお店周りみたいなのもできずにだったし、なんかインスタのさ個別写真もやっとこの前全員分上がった。でもさ、全員分上がったと思ったら突然さ、なんかすごいインスタ活発的になったよねなんかすごい、私がさスプーン磨きしてる動画をさ、あの普通にフィード投稿されててさ、今までそんなのフィード投稿しなかったじゃんみたいな、急に、それまでフィード投稿するんですかみたいなフィード投稿で始まって、いや嬉しいけどね、なんか逆にさ、いいんですかって思っちゃう。今までそんなの載せてこなかったから、急になんかフィード投稿にそれ載せて大丈夫かなみたいな、スプーン磨きしてる動画でいいんですかみたいな思っちゃっていいのかな。そう、なんかね、あのフェスに出た時のさ集合写真とかもさ乗るようになってさ、そう、いいよ、そういうの載せてほしい、公式に。なんか名前まで入れてくれたら一番いいなって思ったけど、名前かタグ付け、一人一人にタグ付けまでされてなかったよね。で、一人一人の名前入れるかさ、個別でタグ付けしてくれるかまでしてくれたら一番嬉しい。そうだね、タグ付けまでされてないもんね。 そこまでしてくれると一番いいよねって思ってる。でもそういうの載せてほしい、公式にいっぱい、なんかこうフェスとか出るために集合写真とか載せてほしい。てかそのというかそのあの何でしたっけ、TikTok のそれってどうなったんだろうみたいな私のダンス動画どこへ。でもまあ載せなくてもいいけどね、もうここまで来たら正直もう載せなくてもいいけどね。そんななんかめっちゃさ、もうだってリリース8月でしょ、8月5日はコンサート、8月2日でしょ、もうだって2ヶ月、リリースから2ヶ月経ちまして、なんかそんなに期待値上げられてもみたいな2ヶ月待ってこれかみたいに思われるの嫌じゃんしかもさ、これね、昨日スタッフさんと話してたんだけども、私たちはもうそれがさ当たり前になっちゃって、あんま当たり前になっちゃよくないけど当たり前になっちゃってるからあれだけどさ、
なんか MV 撮影の時のそのダンスの振り入れって前日とか前日とか当日の時もあるの MV の振り入れって。すごいこれさ、そのいろんな人に言うとびっくりされるんだけど、私たちはもうそれが当たり前になっちゃってるから何とも思わなくなってきたけど、そうでも普通だったら結構驚かれるの。その振り入れして次の日にもうその MV 撮影してるみたいなさ。そうポンコツとかは当日だった。ポンコツは体育館だったじゃん、学校の視聴覚室みたいなとこで振り入れして、その日の夕方に体育館で撮影したみたいな。その場振り入れでそのまま MV 撮影みたいな。そう前日の方だけまだ全然いい方ってぐらい。そうでもさ MV ってさ一番残るやん映像として。でもその残るそれ MV が一番振り多分全然踊れてないなんか今でこそいろんなところでさ披露してるからさ、もうさ振りもさ踊れるようになってるけどさ、 MV はもうその時その場で振り入れてもらったものをさ、なんかもう覚えたとかじゃないよねもう今入れたものをそのやってるだけみたいな、なんか多分体には全然入ってない状態の振りじゃないですか MV って。でもさそれがさ映像として残るわけじゃん。なんかそうでもその TikTok 用の個別のその動画撮った時もその MV の時だから、 そんなにまだ踊れてない時なの。まあ、TikTok 用だからそんなに激しくは踊ってない、手振りせいぜい手振りぐらいだからあれだけど、もう多分踊れてないと思う今よりもそれをさなんかリリースから2ヶ月経った今更さ上げられるとさ、いや待って今撮り直した方が多分踊れるよみたいになるじゃん待って2ヶ月伸ばした割にこれってなるじゃん。だったら今から撮りますみたいなさ。そう逆に恥ずかしい。そうなの、なんか踊れてない動画をなぜ今みたいになっちゃうからさ、あげるならちょっと早めにあげていただけるとあげるなら早めにあげていただけるととっても嬉しいんですけどねって思ってる。もう今更その振り入れたすぐの動画をあげられてもですねしかもさなんかさ再生回数とかだってもう2ヶ月前とかにアップされたメンバーとさ比較されてもさ、いや2ヶ月の差ってなるじゃんなんかこの人なんか全然再生されてないな。だってパッと見てさいつ上げられたかなんてさ分かんないじゃん。その投稿された後のさこの画面、投稿された後のこの画面でパッて見てさどの動画がいつ上げられたかなんて分かんないし、 MV 同じさ背景でさ MV のこうやつがダーって並んだ時にさ、まさかそこの間に2ヶ月空いてるなんて思わないじゃないですか この画面の時 TikTok のホーム画面みたいなやつ、まさかだって同じ種類の動画だって思うじゃん。なんなら上げてる日一緒ぐらいに思うじゃないですか。しかもさその画面に再生回数とかが出るじゃん、そのホーム画面みたいな、そのアカウントのさページに飛んだ時にそれぞれの動画の再生回数とかがさ下に数字出るじゃん。それでさなんか再生回数めっちゃ少ないなこの動画って思われたらなんか悲しくない？だって2ヶ月も空いてるなんてその動画開かないと分かんないのにさ、再生回数だけ見られてさ全然再生されてないなこの人みたいななるの嫌じゃん嫌じゃん。だからもうあげなくていいんじゃないって思っちゃうんだけどもうあげなくてもいいんじゃないかなって私は思ってるんだけど、
その分再生します。そうあって2ヶ月分2ヶ月分再生してじゃあでもほんとあげるならみんなにあげていただきたいと思う。だからみんな動画撮ったは撮ったからね、私いつ上がるかわかんないけど、まあ楽しみにしてて、いずれ上がると思ういずれきっと上がるはず。その時はいっぱい見て。やばい、待って、あと10分もないじゃん。生誕最後のお礼ツイートしなくなったよね。え、待って待って、サーヤの生誕のやつ撮ったんだけど、え、確かに載ってないね。なんで撮ったじゃん多分誰も気づいてないけど、メンバー撮ってさ、もうあげるの後スタッフさんに任せちゃうからさ、撮りましたでメンバーも終わってたわ。そういえば、え、撮ったよ撮った私たちも撮ったで満足しちゃってたのが悪いけど、気づいてなかったけど、しなくなったんじゃないよ、してるよ、載せてないだけだよ。それおったよ、なんで。さやの生誕お礼ポスト絶対にある、動画は動画は絶対にある。ひなの生誕祭から上がってない。え、ひなもさ撮ったと思うんだけど、私撮ってないっけ。ひなの生誕ってない、いや撮ったはず。え、やめたのやめたのかな。え、どうなんだろう。でも今さらひなの生誕のお礼のツイートするのもなんかね変だよねえ、なんかそれでさ、サーヤの載せてひなの載せないみたいになったら変だよねって思って載せれずにいるのかなどうしよう、一個載せるタイミングを逃したがゆえにどうしようってなって載せれなくなっちゃったのかなその可能性はあるよね。終わりました、メイク無事に間に合った、間に合った。じゃあ最後にスプレーして終わろう。え、ちょっと今日スタッフさんに聞いてみるわ、ちょっとさすがにえって思う、聞いてみるね。あ、間に合った間に合った、これから髪の毛をして今日もロケに行ってきます。今日はね、あそこに行くんだ、言わないけど言わないけど、クラランスのスプレーいいよね。でももうすぐなくなっちゃう。これね、ひなたさんにね、去年のお誕生日にもらったの。結構持ってる。でもあともうちょっとでなくなっちゃう。今日のロケは、どんな人に会えるかな。どんな人に会えるかな。あそこに行ってくるんだけど、
ランキングをじゃあそろそろ読まないといけない。一人ロケです。昨日も今日も一人ロケなんです。なんか前髪ボサボサ。一人なの。頑張ってくるね頑張ってくるね。今日さ、ベレー帽かぶろうと思ってんだけど、髪の毛何にしようか迷ってんだよね。ベレー帽に髪の毛どうしようかな。ノアはしようかな。迷い中。でも迷ってる時間ないんだよね。早く髪の毛やんないといけない。昨日さ、お団子してたの。こういう下の方でこう、その髪型が今日の服にも合いそうなんだけど、でも2日同じ髪型もちょっとなんかあんまり自分的に納得いってなくて今迷い中なんだ。ではランキング読みます。13位島風さん、ありがとうございます。12位かんやとさん、ありがとうございます。11位 MS さん、ありがとうございます。10位ライトさん、ありがとうございます。9位りょうたさん、ありがとうございます。8位ヨッシーさん、ありがとうございます。7位ふくろうさん、ありがとうございます。6位やまじゅんさん、ありがとうございます。5位さかなのしっぽさん、ありがとうございます。4位ほっしーさん、ありがとうございます。3位もちゃん、ありがとうございます。2位てるはやさん、ありがとうございます。1位ゆうきさん、ありがとうございます。ありがとうございました。みんな今日も朝から本当にありがとう。あ、お家もありがとう。みんなもハートとかいっぱいありがとう。ごめんね、本当に毎日早起きさせてまた今日帰ってきたら今日のロケの話いっぱいするね。多分3時間じゃ足りないぐらいいっぱい話するね今日はじゃあ夜は7時半から19時半から配信するので、帰ってきたらまたロケの話するね。ありがとう。頑張ってくるね、朝からロケ。ちょうど仕事行く時だったから良かった。ありがとう。でもさ、ちょうどじゃないじゃんちょうど行く時だったとしてもさ、でもみんなはさ、普段だったら自分の支度だけでいっぱいでさ、できるのにさ、こうやって配信を覗いてくれて、コメントしてくれたりさ、いっぱい送ってくれたりしてさ、それはちょうどとは言いません。私のために朝時間を作ってくれていますありがとう朝からありがとう。頑張ってきます。今日はね、夜ふわり愛もあるよ。早い、もう3週目。え、そう思うと早いね。10月もう終わるだけど、怖すぎ。10月もう半分過ぎてる怖すぎる。早い。はあ、頑張ってきます。じゃあ7時になったので切ります。バイバーイ。みんな行ってらっしゃい。バイバーイ。頑張ってね。